イッポリット・テーヌ・イッポリート・テーヌは、フランスの哲学者、批評家、文学士や、フランス北部ブージエに生まれ、パリのエコール・ノルマルに学び、地方のリセで教鞭を取るが、1852年に、パリに戻り、翌年に、エッサイ・シュール・レ・フェーブルズ・デ・ラ・フォンテーヌという論文で、学用へ、また1856年、ティトゥス・リウィウスについて、エッサイ・シュール・タイト・ライブという試論で、 アカデミー賞を受けた。この頃から代表作、英国文学誌、イストワールでラリトラチア・アングレーズを書き始め、ついで1857年、歴史及び、批評論、エス・デクリティー・クイ・ディ・イストワールを発表して、批評家としての地位を確立した。1864年に、パリの美術学校の教授となり、20年間美術賞、工事その成果は後に、 芸術哲学フィロソフィーでラルとして発表された。1870年、知性論で哲学への復帰を果たし、晩年は大作、近代フランスの起源オリジンヌデラフランス観点欄に力を注いだがこれは未完に終わった。テーヌの思想は感覚論に由来し、人間や作品の発展を自然科学の見地から考察し、その法則を見出そうとした。 その正確な観察に対する情熱は、薬学と解剖学を学ぶことによって養われ、批標の対象を分析して、人種、環境、時代の三要素に還元するその方法は、決定論、唯物論に傾いていた。ただ、エコールノルマル時代からあまりにも早く判断、形式化ししばしば、現実を犠牲にして定義する欠点が指摘されている。テーヌは、 種族、環境、時代の性格を単純化しすぎる。一つの支配的な要素ではなく、諸々の要素が闘争し、行動を織りなしていく政治、歴史の分野では、テーヌの方法は破綻するであろう。不仏戦争とパリコミューンを起源として、テーヌは政治と社会問題に熱中するようになった。テーヌにとって、イギリスの保守主義や秩序は模範とすべきものであって、 フランスの状態は抱きすべきものだった。このような視点は、イギリス研究の先達であった、ボルテールやシャルルド・モンテスキューに由来する。テーヌは、近代フランスの起源において、革命精神の起源を明らかにしようとした。それはデカルトに始まる、演繹的精神であり、それを引き継いだ、啓蒙家たちは、具体的事実や現実を無視する傾向を強め、ついには、 近代フランスの悲劇を招いたと説く。テーヌは1789年7月の理想主義と1793年の恐怖政治を区別せず、それらの責任や発端をルソーに期するという革命像への理解を提供した。テーヌの資料批判は非科学的であり、革命を遂行した人々にとって不利な証拠ばかりを採用している。 さらに、いわゆる第三階級に同情的ではなく、民衆は何を望むかは言えても、何が必要であるかを考えることができないとして、民主主義の理論に挑戦する。特権階級はその権利の乱用と支配する義務を忘れたことにより没落した、とも考える。フランス革命の作用は、丁ヌに言わせると、政治改革ではなく、社会全般の解体であった。このような、 新しいものへの悲観主義はフランスの敗北と内乱を経験したフランス人の知性に特有なことと考えられよう。テーヌはアレクシス・ド・トクビルと違って歴史学ではアマチュアとみなされ、後のオーロールなどの歴史家によって批判、克服されている。ありがとうございます。